はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バープロサクセススペシャル、今回も波動高校強化で、やっていきます。で、今回は木村ちゃんに、焦点を当ててやっていきたいと思います。で、木村ちゃんなんですけれども、まあまず彼女キャラでありますということで、イベントの内容に関しては、コンノちゃんに近いような感じですね。まあ、通常イベントが、3回あります。で、通常イベントが3回あって、で、コンノちゃんは告白イベント1回目で彼女にすることもできるし、2回目まで継続すれば、まあ、経験点ももらえますという、キャラなんですけれども、木村ちゃんに関しましては彼女にするまで告白にイベントを2回起こす必要があります。まあ、なのでね、ちょっとね、安定性に欠けるっていうところが、まあ少し牽引されるところと、金徳ですね。金徳は野手がストライク送球で、投手が左キラーなので、ちょっと重めかなというところがあります。で、ただ、デートで、結構ねコツをくれて、まあ、自身のね、開骨送球と、まあ、対左も、まあ、デートの中でもらえるので、まあ、直撮りする必要はないんですけれども、まあ、それでもちょっと重いかなというところがあります。で、まあ、今回それを埋めるために、ホムラちゃんとチーちゃんのコンボイベントで、まあ、送球を、取って、で、このコンボで送球を取って、かつ、木村ちゃんが、開骨2で送球をくれるので、まあ、これで送球は5になりますと。で、木村ちゃん前イベでやっぱ重めなので、クリスマスに間に合うかっていうのがありますので、後イベの、ゆかり様を連れてきて、まあ、ゆかり様の方でも、間に合えばいいかなという感じでやっていきます。なので今回二股ですね。で、ゆかり様はカジバのバカ力なので、まあ、7位 PSR プラゴをお借りすることができましたので、まあ、7位で逆境を取っていきますと。ちーちゃんも逆境を持っているので、逆境骨はまあ大丈夫かなとは思います。で、ちなみに木村ちゃんデートで、まあ、4回目のデートのところで成功失敗があるんですけれども、成功すると逆胸骨をくれるので、まあ、そこでも回収ができるかなというところになってます。で、まあ、最後は打撃要員で連れてきました。まあ、パワーヒト、ね、広角は、今回欲しい、キャラを作ろうと思ってますので、パワーヒ広角は7位と災害で被らせてますと。まあ、1球入魂のね、骸骨初球が取れないんですけれども、まあ、そこばっかりはちょっと直撮りしていくしかないかなというところです。じゃあそれでやっていきましょう。なので、まずは練習は、木村ちゃんと、ゆかり様を中心に追っていくと。で、まずゆかり様が出たので、まあ、ゆかり様がいたら追っていきましょうと。まあ、ゆかり様をね、クリスマスに間に合わせて、まあ、木村ちゃんは通常通りに彼女にしていけばいいかなっていうところではあります。メンタルにコツがあるので、あ、ただゆかり様のところに7位のコツがあるのか。これはこっちにしよう。で、多分ね、これだとね、精神がね足りなくなるんですよね。っていうか、筋力ポイント51くれるんだ。で、木村ちゃんはこの自己紹介で体力をね回復してくれるんで、よしよし、いいタイミングで来ましたね。まあ、休むってやっちゃうとこれがもったいなくなっちゃうんで、もし木村ちゃん来なかったらちょっと精神でもやろうかなと思ったんですけれども、タイミングよく出てきてくれたので OK ですと。で、あとは、ゆかり様か木村ちゃんなんですけれどもいない、いないんで、サイガと7位の評価を上げていきましょう。まあ、まずはね、告白の評価に乗せると。まあ、前指がね若干重いかなっていうところはありますね。で、誰もいないじゃん、本当に。まあ、ホムラちゃんはね、前指が軽いので、まあ、そこをね調整として連れてきました。まあ、コンボもねあるので全然いいんですけれども。さてさてさて、マジでいない木村ちゃんがいる。お、ラップパワー発動、いいね。あとはね、ちーちゃんのね筋トレがね成功してくれるかっていうところもかなりでかいんで、
本当にね、成功と失敗のね差が激しすぎですよね。まあ木村ちゃんでいきましょう。体力を回復してくれると嬉しい。うわ、なんかすごい匂いがするんで、そんなの何持ってきたの。この謎にやる気が下がるね。体力回復イベント、あ、いないいない。ここはじゃあ筋力でもやっておきますか。まあ、体力消費量が減ってるんでそれは助かるかな。で、コンボが来ましたねと。ここでさらに体力を回復してくれるんで、まあ、かなり序盤はいい感じですね。木村ちゃんもあと1回くらい練習すれば一応告白の評価には乗るかな。ここでラブパワーが消えましたと。あ、告白が来ましたね。で、ここは選択肢が出ます。で、下ですね、俺もおかしいと思うと。あと1回来てくれればとりあえず問題はない。木村ちゃんはじゃあ評価乗ったんでいいでしょう。で、サイガとちーちゃんも乗ってるんで大丈夫。7位が足りてない。ホムラちゃんと監督にするかな。まあ、メンタルはね、体力マックスだったんで。お、これやる気上げてくれるんだ監督。そしてホムラちゃんのバイトが始まりましたと。やっぱりね、体当たり骨はね、どうしてもこれで潰したいですよね。いや、どうしてもってほどじゃないんですけど、やっぱりちょっと経験点の。よし、体当たり。タックが来て、コツがあんまり来てないね。でもどうしようかな。ゆかり様か。まあ、10月とはいえね、もう1回告白が必要だからね。で、木村ちゃんに関しては通常イベント3つあるんで、最悪そっちが優先される可能性があるんで、まあ、ゆかり様の評価は載せておきましょうと思ったところ、タイミングよく来ましたね。で、これは上のひどいやつだなと。まあ、とりあえずこれで木村ちゃんは彼女になったんで、そう、二股ねしないときにこういう風にね、ポン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 進んでいってくれれば全然いいんですけれども、まあ、そうもいかないっていうのがねやっぱりあるんで。お、バイトが終わった。早っあれ、ホムラちゃんどれくらいバイトした。1ヶ月くらいかな。1ヶ月くらいで溜まったのか。そう、プレミアムシートってね、いくらくらいするのか分かんないけど、とりあえずゆかり様も溜まったんで、もう回復はデートでいきましょう。で、木村ちゃんは2回強化が入ったのかな。まあ、調整的な感じで。で、7位がいるね。コツが欲しいんだよね。さっきポイントだったけど、逆境かも。逆境はどうしようかな。次7位のコツがあったら逆境は潰しちゃいましょう。で、それまでは、まあ、逆境コツを置いておいて、で、6%、しかもダブルタック、特にって感じだから、まあ、これは普通に 6% でしょ。 OK。ね、波動はね、ちょっと基礎経験点が少ないですよね。ダブルタックであの経験点だからな。で、コツを一応見て、まあ無理でしょう。サイガやりたいね。サイガはやりたいけど、さすがに死ぬんで、デートを進めていきましょう。まあ前半でね、どんどんデート進めていっても、ゆかり様もね彼女にするんで。で、ゆかり様の告白が来ましたね。下僕になりましょう。あ、そうそうそう。でね、ゆかり様と木村ちゃんコンボがあるんですよ。で、これね、両方ともね彼女になってると確かね評価がね下がっちゃうんですよね、木村ちゃんとゆかり様の。まあ、別にね、ちょっと評価が下がったところで大したあれはないんですけど。サイガかホムラちゃん、こっ
ちはタックだけど、まあ、やっぱりサイガのコツが欲しいかな。なんかサイガとチーちゃん仲いいな。よく一緒にいる。よし、パワーヒッターで、チーちゃん1回目が来たんで少しミートを上げておきますか。僕の仕事頑張ってもさ、別にさ褒められることなんてないんだけど。そこそこ上げられるかな。 C にしておくか。で、またデートを進めていきますか。もう11月なのに3回目のデートが終わったな。で、木村ちゃんはね、確かね、わりかしね、敏捷ポイントをね、くれるはずなんですよ。で、ここで選択肢が出て、下にするとね、別れちゃうんで、こんなのデートじゃない。まあ、でもね、確かにね、遊園地貸し切りって、まあ、すごいいいとは思うんだけど、寂しさっていうのもね、あると思うんですよね。広い遊園地の中で、まあ、乗り物乗り放題っていうのはね、いいかもしれないけどさ、なんか雰囲気が違うよね。やはりそういうのはね、デートじゃないよ。で、サイガの金徳ですね。まあ、これは勝手に進んでいくんで。で、わりかしコツが来始めてるな。7位。逆境ね、どうしよっかな。精神足んなくなるんだよな。まだ年内だからな。まあ、体当たりを取っとこう。40か。ちょっとこれ普通に行こう、やっぱり。まあ、逆境でもいいわ。コツ。逆境、まあそうだよね。だいたいこういう時は来るんだよね。で、めっちゃ火をつけて、まあね、このバーニングをね、3人、まあ4人とか来てくれると結構な経験点になるんだけど、まあここは普通にメンタルでいいか。翌週クリスマスなんで、まあ、ここで体力が下がってくれるのもわりかしいいかな。タイミングはね、悪くないね。で、木村ちゃんと、超うまそうだな。あれ、木村ちゃんってちょっと経験点が少ないんだっけ。敏捷ポイント20、精神ポイント20になってるね。そうか、そういうキャラか。わりかしみんな燃えてるけど、ばらけてんな。まあ、ここはサイガでいきますか。まあ、パワヒーは5で掴んでいいかな。広角打法。まあね、7位がね、1人なんでね、ちょっと筋力が余裕があるかっていうと、余裕はね、ないと思うんですよね。で、そうするとバレンタインなんかゆかり様にしたいんだけどな。チャンスコツをもらいたい。7位か。ちーちゃんのタックで、ちーちゃんのタックね、やっぱりね、波動はね、経験点が少ないよ。本当に25とか。まあ、でもやりましょう。まあ、練習ポイントも全然悪くないですね。さて、これでサイガの金徳が終わったんで、一級入魂とで、7位の方はまあ普通に高級筆打を取っていきましょう。まあ、下でイベントを進めていきますと。で、アーティストはね、まあ、スバルから取れれば取りたいっていうところですね。スバルね、負けてるからな最近。少し整えていきますか。まあ、弾道は3にしておいて、パワーを上げておきましょう。まあ、D くらいまでには持っていきたいかな。うん、だからね、余裕がある感じではないんだよね。総力もちょっと足りないか。守備 E にできる。で、そうすると呼吸がギリギリ E か。で、敏捷が足りてなくて技術が余ってると。
で特にいい練習はなさそう。燃えてる人も少ない。ここは号令を行いましょう。よし、筋力いいね。7位でも36だからね。しかも練習レベル2で。やっぱり波動ってちょっとね、この練習ポイントが少ないっていうところが。頼むぞ、カキンといけ。オッケー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 。これはでかい。あとはちょっと阿部日のコツが欲しい。アンタ製造機直撮り、技術がね余ってるとはいえさすがにそれは重いでしょう。10%か、10%か。どうしようかね、7位のコツ。10%は怖いっちゃ怖いんだよな。デートしちゃいましょう、ここは。で、ゆかり様でいくか。まあ、ゆかり様とデートしても木村ちゃんの評価にはかなわないかな、バレンタインには。で、サイガの通常イベントですね。これは確か体力が13減るのかな。うん、減るね。まあでもポイントは結構もらえるんで。で、7位の金徳2回目ですね。まあここでアーチストにするのか高級筆打にするのか、分かれますと。結構イベントの内容が長いな。で、説得するにすると高級筆打、尊重するにするとアーティストですね。まあその会話の流れ的に、俺はパワーヒッターだー的なのを尊重するとパワーヒッターになるみたいな。あ、そうそうそうか、ハイボールヒッターのコツもないのか、そういえば。ここはどうしようかな。水鳥からこうみんなに燃え移ればいいんだけどね。印象は足りてないんでやりましょう。お、燃え移った。で、2月の1周、体力的にどうだろう。怪我率がどれくらいあるか。ほら、いけ。 OK、 まあかなり掴んだけど 13% か。まあ、わあ、メンタルに人がいっぱいいる。バレンタイン前だけど、バレンタイン前だけど、これはやるでしょう。だってコツもあるもん。ちーちゃん、阿部日をください。よし、ありがとう。で、木村ちゃんですね。木村ちゃんのバレンタインとか、どんなんだったっけ。体力回復して、技術が40か。あとは、燃えてる人はそんなにいないんで、ここは号令をかけましょう。よし、まあコツが来てくれたと。あ、2人燃えてるね。でもまあ一般人2人だとこんなもんか。だったら才賀からコツをもらっておきましょう。まあ監督もいたし、まあポイントだったけど。教えなーい。いやー、でもね、スバルね、強いんだよね、マジで。スタードライブとか投げられるとほんと打てないからな。あ、これはスタードラ、どうよ。進化ちょっと球速が遅かったな。今のダメなの。よしよしよし、とりあえず OK。 割とギリギリだけど。いや、スバル君苦手だ、実は苦手だ。アーティストとかも取っていきたいね。そうするとやっぱりパワヒは5で掴みたい気がするんだよな。ちょっといい感じのものがないね。一般人のオーバーヒートはほんとなんかしょぼいな。ここはちょっと向井様と練習をしておくか。まあ、ラブパワー何にも起こんなかったし。で、ゆかり様の通常イベントですね。まあ、ゆかり様のね、通常イベントは1回しかないんで、まあ、やっぱりこれが一番ベーシックですよね。告白1回の
通常イベント1回だとね、イベントが圧迫されないんで。てか木村ちゃんの回復イベントが全然来ないな。でここは結構緑解くのがもらえるんですけど、まあ自力でなんとかして、で民間療法を試すと体力がね回復するんで、でさらに選球眼っていうね珍しい緑解くのがもらえるんで。で燃えてるね。まあ2人燃えてるとそこそこの経験点になるか。これはじゃあ打撃でいきましょう。あとはね、そう波動サクチャリがね開催決定したんでやっていきたいんですけど、わりかし特攻キャラにね投手が多いんですよね。今回のあの水着葵ちゃんとかね、そこら辺があるんで。ダブルセレブ来たけどさ、これ両方下がるんだよ。内容全然読んでないけど、ギャーあ、盗塁のコツがもらえるんだ。で敏捷と精神がもらえると、あ、わりかしいいね評価下がっちゃったかね。じゃあデートするか。じゃあ木村ちゃんでいきましょう。井戸端もねあるんでね、最後のデートはギリギリまで残しておきましょうか。でここで、あと追いましょう。これなんか制限時間とかあったらさ、ちょっとドキドキするよね。 OKOK、 これ成功ですね。引かれると失敗なんで。とは言ってももう逆胸骨は掴んであるんで、まあいいんですけど。そっか、ここは回復しないのか。で61の61と、監督に相談しますか。監督評価足りてるかどうかあんまり分かんないけど、14%。うーん、ここはもう一回ゆかり様とデートでいいかな。まあ、空デートもねちょっと怖いんでやっぱり。でゆかり様はこれ2回目だよね。でタッグちーちゃんか。うーむだね。まあしょうがない。7257ってさほんと経験点低いな。さて勝負だ。これ1回目と2回目ってなんか強さ変わってんのかね。これ待て、おお、見たよ見たよ、選球眼よ関係ないけどさ、ちょっと待て、ストレート多くないか。よしよしよし、あとはまあ適当にホームランでやっていこうダメだった。じゃあ3回目までにちょっと打撃系の能力を上げていきますか。能力アップでパワーだな。パワー C はやっぱり欲しいよね。ミートビーあれば結構いいかな。よし、これで挑もう。でコツが来てて、こいつら全員燃えてない。まあ、7位。どうよコツ。よし、広角打法はつかもう。むにゃむにゃじゃねえよ。まあ、ここでねサボり癖になったとしても、主人公がねフォーカマになればそこでサボり癖が取れるんですよ。まあ火をつけるっていうねイベントなんで。あとはやる気をちょっと戻したいけど、メンタル小村ちゃんは吊るしておきましょう。チャンスは5でいいよね。で取るのはヘッスラでしょ。逆球はもう取っとこう。でムードと、さてこれでメンタルと。で井戸端がね来るんだったらもう早く来てくれって感じだからね。ゴシップガール、これが木村ちゃんの通常イベントですね。でこれは体力を回復しつつ経験点もくれんのかな。うん、敏捷ポイントも結構くれるんで、これがまあでかいっちゃでかいですけどね。これはやっぱコツかな。阿部ひもねできれば5でつかみたいんだよね。経験点はちょっと今回なるべく
節約していきたい。でデート的にはどうだ、雑賀の固め打ちもちょっと取っときたいな。小村ちゃんと固め打ちが被ってるんで固め打ち OK で、ね、タックとコツがあるけど、とりあえずじゃあチャンスはもう取っちゃいましょうと。あとは固めを取りましょう、粘りも取りましょうと言ったところかな。で練習を見てちょっと体力が微妙だけど、えデート待って大丈夫、木村ちゃんがあと1回、ゆかり様がわりかし残ってるんだよな。まあ、ここで体力を減らしてちょっとゆかり様のデートを集中的にやっていきますか。よし、まあ敏捷ポイントくれるのはでかい。ここでただラブパか。さあ勝負だ、欲しいくん、君のそのガラスのハートをぶち割ってやろう。まず1本、2本目、3本目、はい4本目、どうよ、これ無理、スタードライブはマジ無理。あ本当に、いやスバルが怒った、ちょ最初に打ちすぎたなガラスのハートなんかじゃないぞこいつは。これは今のはボールだったかな、手出しちゃったけど、まあもう別にこんだけさ点数取ってればいいんだけど、これ絶対ガラスのハート割れたでしょ、こんだけ持ってかれたんだよスバルのプライドはズタズタだ、結構元気だけどねよしとりあえずアーティストも掴めたんで、おお来た来た来た、まあ5月だったら全然いいですね。下がるは下がる、しょうがない。デートをして、まあ、ゆかり様はデートでマックスまで回復するんで、あとは木村ちゃんですね、まあ、1回デートして1回練習すればまあ戻るんで、まあ、ただこのラブパが無駄になっちゃいそうなんでそれはもったいないかな。これはぶち切りましょう。結構この2人ってあれだね、別れる系の選択肢があるね、よくよく思えば。でまあここは普通に止めましょう、まあ、チームメート評価はね減ってるわけじゃないんですけど、まあ、号令をかける上ではこのイベントもねなかなかいいっちゃいいんですよね。5番スタート、まあ、4番は多分サイガが座ってるかな。でもここはコンピューターに任しちゃおう。少し揃えますか、総力がやっぱり足りてないな。DD くらいまで持ってって精神もね余ってるわけじゃないんで、まあ、今回はちょっと打撃寄りの選手を作りたいなと。でサードなんでストライク送球を狙いに行きますといったところですね。でまあ守備は最悪 D とかでもいいかな。で総力もまあ足りなければあんまり上げないで、もう本当に打つキャラみたいな。でただやっぱりサードなんで肩は欲しいって言ったところ、何にもない、どうしようかな。これは、まあ、ゆかり様とデートをしておくか。バッティングセンターのゆかり様は体力がね減るんで、いやお前なら打てるだろう、アーティストだよアーティストなんて言ったって、いやアーティストにはなってないか、コツをつかんだだけでまだパワーヒッターでもなんでもねえんだそろそろ切れるかな、あ残ってる、いいのがあれば練習しよう、いいのがない号令かけよう。おおいマジかよお前らじゃあちょっとここはゆかり様を一回上げて、ゆかり様じゃね、おい爆発したマジかよ、うん、これすげえやる気なくなるわ、おマジかこんな下がるの。いやでもさここまでさここまで頑張ったからこの動画をねおしゃかにするのはなんで、びっくりしたよなんでって思ったら爆弾か、ちょっとゆかり様の評価上がってねえし、そもそもゆかり様じゃねえよすぐ間違える、木村ちゃんの評価上がってねえし、いやもうこっからやり直すのはやだ。
やる気はめちゃくちゃ下がったけど続けていきましょう。輝いてるとかどうでもいいわ、そういう道場いらない。すげえショックだな。結構いい感じだったよね。これがパワプロよ、これがサクセスよマジで。いやイベント内容的にはさ、またここで回復できてさ、ヒーじゃねえよもう。何にもない。ラブパワーあるから一応号令かけて、なんか来たね、なんか来たけど、まあ、やっとく。ラブパワー中だしスカウトさんいるし、で次がデートしないとちょっと本当にデートがカツカツになってくるんで、まあデートして練習して、デートして練習してみたいな、まあこの流れで試合まで行きますか。一応見とこう。うん、ナナイ君、お出かけで、じゃあ木村ちゃんを終わらしちゃいますか。でまあここでね、木村ちゃんはかなりコツをくれると、これこれよ、これ早急骨対エース骨、いぶし銀のコツです。金徳のコツもくれると。で経験点も全然いいですね、40-20-40-20と。で自分木村ちゃん37なんで、これどうしようかな、臨床ポイントもらっとくか。もっとねレベルが上がってればかなりポイントももらえるようになると思うんですけど、ここはだから練習して、おお燃え移ったね。で練習してデートしてじゃなくて、あと1回か。でこれ号令かけよう。待って、どんだけ下がった、どんだけ下がったよ。すげえ悲しいわ。パワーだから C にしよう。おいマジかよこれ、もうこれ総力上げらんないな、総力 E だな。で守備も E だなこれ。待って、多分こいつ使えないんだ、そもそも使えないから、もういいわここら辺、ちょっともう無視して。ちょっと無視して、アーティスト200か、やっぱり5まで掴みたいな。いやだってここら辺さ、もうちゃんとさ掴んだのにさ、一応ストライク送球はコツ1でも送球が5あれば100100100か、まあ、99だけど100100100だよ。それでもやっぱり重いよね、やっぱり重い。まあ、ここはもう見るだけにしよう、見るだけ、見るだけ、ただ見るだけただねっていう、もうやる気がなくなったから。練習しますか。じゃあここはこれで、いやすげえショックだわ。まあただね真面目にやっていきましょう。まあ初めの方にね、そりゃさイベントとかさ全然しょぼくてさ爆発したんだったらいいけどさ、やっぱこういういい流れはね動画にしておきたいからね。っていうかやり直すのが嫌だもう。いい流れで来てるところを。お待たせいたしました。いやーマジ一発です、全てがお釈迦になって。このサンマとかさ、もういいわ本当に。やっぱあのスバルの呪いだな、あのスバルのガラスのハートをちょっと打ち砕きすぎたな。スバルのあの暗黒の呪いが俺に降りかかった。暗黒の力を見せつけられたよ。いや多分ねサクスペをやってて爆弾爆発したの初めてですね。爆弾とかさ、でも直すほどのさ価値はないじゃん、一周犠牲にしてさ病院に通ってさ。でそもそも全然爆発しないんだから、確率的には。今回爆発したけどさ、そういうもんよ。でただそういうのはこういうとき、おお、もうちょっとこれ海にしよう、もう一回デートだよこれ。来たなこの野郎、もうまたケチョンケチョンにしてやる。一応能力は見ておきましょう。まずミートあげよう。あ、弾道が下がってるよ。よく見れば、カワヒトローも、アーティストも取ろう、これ。スバル完璧にね、ぶったたいてやる。
だからあとこういうさ、こう爆発した時にほら動画のタイトルとかにね入れるかどうかなんだよね。入れるとあなんか爆発したんだなってすぐ分かっちゃうじゃないですか。動画を見ててあ爆発したみたいな方がね多分楽しいと思うんですよね。あんまりそのほらサムネイルとかでさこうネタバラシっていうのをしちゃうとなんかもう見る前から分かっちゃう、まあ、特にサクスペとかってあの甲子園に行けないと動画がそもそも短いじゃないですか。そういうので分かったりしちゃうんであれなんで、まあ、俺はなるべくねそういうネタバラシをしないような、まあ、タイトルの決め方にはしてますね。だから今回もあの別にこの爆弾爆発みたいなタイトルにはしないで動画を見ててお結構いいじゃん木村ちゃんいいじゃんみたいなコツもすげえ回収してんじゃんってなってるところに爆発するみたいな。ゆかり様最後のデートしましょう。もうこれ別にいいよ失敗しても成功してもどっちだってまあ一応頑張ってくれ。まあ無理だよね爆発してるからね爆弾が。で、まあ、一応これで火事場もつかめましたと。まあ1回寝て2回マックスで練習しますか。なんかさ1回悪いことが起こるとさもうなかなかさ抜け出せないよね。この体力量って2回練習できるか。もうちょっと金とこを見ますか。はあ、タイエースはちょっと掴んでおこうじゃん。イブシギンは5でもいいかな。若干2だと重いかな。まあ全然許容範囲量なんですけど、いかんせんね、爆発したから、経験点がね、全然使えないっていう。ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で振り遅れたか。第2球投げました。いやこれ絶対さ普通にやってればさあれなんかコントローラーが効かない。接続が解除されました。ちょっと待って。あ大丈夫だ。大展開で迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放っている4年初球から打ってった。まあ、あの試合中に接続が解除されなくてよかった。さっき打てなかったけどさ、こういう時にさ接続が解除されましたってなるとおいてかさマジなんなの大炎上だ。スバルが投げてんじゃねえか今回。もう全てスバルのせいだよ。まあまだね周囲なんで。これはああ入ってくるかなと思ったけど失投だったな。4だとあそこからストライクには入ってこないかな。ああいう際どいところを狙われるとねやっぱりなんかよくわかんない人になってるけど走れ誰金原走れるね。アウトかやられたわ。まあ別にいいわ。結果オーライ。どういう結果オーライだよって。だってこれさ普通に進んでてさうわー7点も取られたって言ったらまたさらにショックがでかいからね。まあ結果オーライだよそんなもんよ。もう今のテンションだったらこれでもいいです別に。もう行っちゃっていいよゆかり様とか。さよなら。ネックレス売り飛ばそうぜ。これは何万円ですねみたいな。ありがとうゆかり様このお金を大切に使わせてもらうよって。でまあエピローグ経験点もね2人分入るっていうのはでかいんで。あそうかこいつもいたんだ。いやだから今回編成的にはね悪くないと思うんですよね。まあ初級骨がないっていうのとハイボールヒッター骨がないっていうのは、まあ、これはしょうがないですね。もう全てを全て詰め込もうとするともう本当に大変なんで。でまあ一応5800と。見るだけ見ますか。見るだけ見ましょう。特殊能力、まあ、ストライク送球せっかくなんで取って安打製造機も取って
って、1球入魂も取って、気迫ヘッドも取って、火事場も取って、高級筆談も取って、いぶし銀も取って、盗塁は取って1だけ。あとはコツつかんであるのはなさそうやね。で、敏将がわりかし余ってるから、本塁生還とかいいね。打開とかも結構使うのか。ただ、筋力が足りない。総力だけ上げとこう。もう、とりあえずポイントだけ使う。で、あとこれ。多分、査定的には全然響いてないと思うけど。いや、もう、しょうがないよ。で、まあ、金徳はね、アーチストが取れたんで、1、2、3、4、5、6、7ですね。ということで、まあ、足爆弾が爆発した米川くん、まあ残念ながらこいつはお蔵入り、お蔵入りって動画はお蔵入りしないけど、選手としてはお蔵入りですね。まあ、金徳を見るとね、結構いい感じですよね。まあ普通に作って甲子園も、決勝まで行ければ多分ね、いい選手にはなったと思うんですよ。というところで、まあ、木村ちゃんですね。木村ちゃん、まあ、あのストライク送球ね、やっぱり重いっていうのはあるんですけど、まあ能力的にはね全然ついてていいものなんで、まあ、査定選手を作ろうとかっていうものじゃなければ、木村ちゃんクリスマスが間に合えば強いです。でただやっぱりクリスマスがね間に合わない確率があるん で多分ゴシップガールもあの完走してないよね。ゴシップガールも完走してないと思うんで、やっぱりちょっと前指が重くなっちゃうっていうのは、あるんですけれども、まあ、そういうところがねハマれば木村ちゃんは強いと思います。というところで、まあ、今回はまあちょっとテンション下がっての終わり方になりますけれども、まあこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。